えー、皆様大変お待たせしましたそれでは、はい、ここから次のセッションに入りたいと思います最近従業員自身が業務用デバイスを選択できる CYOD を導入する企業が増えていますが、はい、そのことにより業務効率やモチベーションアップさらには優秀な人材を発揮することが期待できます ジャムフを実際にご利用いただき CYOD 制度を導入しているサイボーズ株式会社情報システム部青木哲郎様よりお客様事例社員のやる気と業務効率幸福度を向上させる職場の作り方サイボーズ社の CYOD の実態と題しましてご講演いただきますそれでは青木様よろししくお願いいたします。 え皆さんこんにちはサイボーズ株式会社情報システム部の青木と申します本日は社員のやる気と業務効率幸福度を向上させる職場の作り方と題しまして30分ほどお時間いただいてお話しさせていただきたいと思いますどうぞよろしくお願いしますはい、まず最初に簡単に自己紹介させていただきますサイボーズ運用本部情報システムの青木と申します 私は大学卒業してから決済サービスのシステム会社で最初10年ぐらい働いてそのあとに SIA で3年ぐらい働きましてその時はサーバーとかストレージとかいわゆるインフラの設計とか構築の業務にやってましたでその後2014年7月に現在のサイボーズに中途入社しましてそこからは情報システムで社内インフラの運用管理で最初はシサードチームということでサーバーとかストレージとか同じようなインフラの仕事をしていたんですけれども 2017年の7月からサービスデスクというヘルプデスクとかデバイス管理を行うチームのマネジメントも今やっております。はい、プライベートでは3児のお父もやっておりまして仕事とそれから子育てと忙しい毎日を過ごしております。 えっと、SNS ではあの左下の,あの青鉄というアイコンでツイッターやっておりまして、えー、っとみんなから青鉄さん、青鉄さんと呼ばれているのでぜひあの今日も青鉄さんというふうに声をかけていただけたら嬉しいです。今日もあのこのツイッターのアイコンのバッジつけているので見かけたらぜひ声をかけてください。よろししくお願いしますあ,あと、ですねそれれからあのこれ昨年の話なんですけども JAM 風さんから j a m m y ズというです、ね、アワードで STORYOFTheYear ーーという大変光栄なアワードをいただきました。ありがとうございます <laughs>、はい 仕事で使うあの PC をですね従業員の選択制の導入とかですねそれから常識として従業員の皆さんをどうやってサポートしていくかというのを高く評価していただいてこう受賞したいんですけれどもまさにあの本日その話をしていきたいというふうに思っておりますでこう右の写真のようにあの立派な撮影をいただきまして本当に重ねて本当にありがとうございますで、えー、とサイボウズの会社について紹介させていただきます。 はい、あのご存知の方も多いと思うんですけれども、も、えー、チームの情報共有サービスであるグループウェアの開発販売運用を行っております。えー、創業は1997年の8月愛媛県の松山市で創業して、もう今年で26年目ぐらいの。 会社になります所在地は今現在東京が本社にありまして国内だともう10拠点ぐらいですね営業とか開発の拠点がありまして海外も8拠点かなぐらい開発あるいは営業の拠点を増やしているところでございます従業員数も昨年でついにこう1000名を超える規模の会社に成長してきているというところでございますはい で企業理念です、えー、上にあるチームワークあふれる社会を作るというのを一番大事な企業業理念としてて事業を行っておりますでその中で、えー、下にある4つの文化カルチャーを大事にしているんですけれども理想への共感、えー、多様な個性を重視公明正大それから自立と議論というこの4つの文化を大事にしながら、えー、上にあるチームワークあふれる会社を作るという事業を行っております。はい でそのチームワークあふれる社会を作るというために事業を行っている事業はグループウェアの事業になります仕事で使うスケジュールとかメールとかいろいろありとあらゆる情報を共有するのがグループウェアというそういうツールでございますこれによってチームワークあふれる作るあふれる社会を作るということを実現しようというふうにしておりますで主力となる製品の紹介です テレビ CM でも最近やっておりますが、ご存じの方も多いと思うんですけれども、業務アプリ構築ができるキント n ンですね、これが今、最近の主力製品です。あと、中小企業向けのグループアであるサイボーズオフィス、それから大企業向けのガルーン、そしてメール共有システムであるメールワイズ。でいくつかオンプレで提供している製品もあるんですけれども、基本的にこれらすべての製品がクラウドサービスで提供されている製品となります。 え、そしてサイボーズといえば先進的な働き方ができる企業働きやすい企業としてメディアに紹介されることも多いんですけれどもその中でもこの100人100通りの働き方についての話がよく注目されていると思いますみんなが公平になるように確率的な働き方になると窮屈になってしまいますそうではなくて一人一人の希望とか要望に沿って個性をんじることで個人の幸福度を高めようという 考え方の人事制度になっていますなので多様性を生かすためには、まあ、選択肢を増やすとその結果100人100通りの働き方で良いというそういう考え方になっています、はい、で実際の社員の働き方を見ると本当にさまざまです完全在宅勤務の人もいれば地方在住で月に一度だけ出社するという人もいますももちろん毎日出社すする人もいますし サイボウズの仕事は週に4日だけ在宅勤務で仕事して残りの1日は副業で他の仕事をしているというこんな働き方をする人もいて本当にさまざまな働き方をみんなしています。働働き方が100人人100通通りりになると働く環境も100人100通りですで Windows で大きい画面の PC を使いたいという人もいれば、えー、骨伝導イヤホン最近はやってますが、えー、そういったものを使っている社員もいます。 あとエンジニアであれば Mac で32インチの大画面の高解像度のモニターを使いたいという人もいますし営業であれば外に出るときに軽い PC 以外なのでそういった PC を使いたいという人もいます働く環境の希望も一人一人さまざまになっていますで僕たち情報システムが従業員の皆さんの働く環境を整えているんですけれどもその情報システムについて紹介していきたいと思います はい、こちらは僕たち情報システムのチームの構成になるんですけども大体今30名ぐらいのチームで3つのチームに分かれて活動しています左側がシスタードというチームで主に社内の各システムのサーバーとかの管理とか運用インフラ周りの管理とかシステムの管理を行うチームになります真ん中がサービスデスクというチームで PC とかスマホとかデバイスの管理とかセットアップとか あるいは社内の各システムのアカウントの管理をしたりとかあるいは社員からの IT に関するその相談とか依頼とかこのいわゆるヘルプデスクの機能を持っているのがサービスデスクのチームになります右側のシステム企画のチームは社内のシステムの製品のカスタマイズを行ったりとかあるいは業務の改善を行ったりとか RPA を使って業務を自動化して業務を改善していくという,ようなそういったことをやっているチームがシステム企画のチームになります でサービスデスクのチームは社員の,そのヘルプデスクの対応するチームなので、えー、各拠点にメンバーを配置しています、まあ、東京であれば、まあ、主要な拠点の東京と大阪と松山のところに、えー、各拠点に置いておりますし、えー、海外は中国の、えー、上海、えー、それからベトナムのホーチミン、えー、とあとアメリカのサンフランシスコという形で、まあ、主要な拠点にメンバーを置いておりまして、えー、小さいあの拠点もあるのでそこは現地のメンバーにちょっと手伝ってもらいながらやっているというところになります <laughs> 続いて情報システムのミッションです。これは僕たちが非常に大事にしているミッションなんですけれども、To create IT systems for the best work of everyone anytime anywhere ということで、まあ、日本語で言うと誰でもいつでもどこでも最高の仕事ができる情報システムを作るという、これがもう僕たち非常に大事にしているミッションになります。すべての,この活動の根幹となるのがこのミッションになりますで。考え方は人事制度と同じで、 100人100通りの働き方があれば働く環境も100人100通りがあると先ほどお話しした通りなんですけれども僕たち情報システムはそんな社員が最高なパフォーマンスで働けるように IT システムシステム面で支えるのが僕たちのチームになりますではここから具体的に僕たち情報システムが従業員の皆さんに提供している IT 環境について紹介していきたいというふうに思います まず業務で利用する PC ですが、えー、従業員の皆さんはこちらのリストから自由に選ぶことができますで軽い PC がいい人もいればタッチパネルとか、えー、少しスペックが高い PC がいいという人もいますしもちろん Mac を利用したい人もいるのでもちろん多くのニーズに合うようにラインナップを揃えていますで基本的に右側の4種類の PC から選択してもらうんですけれども エンジニアとか業務によってはよりハイスペックな PC が必要という場合は右側の2種類の PC から選ぶこともできるようになっています特にデスクトップ PC なんかは 64GB のメモリを積んだりとかその隣の開発用の MacBook も3 2メ b のメモリを積んだりとかかなりハイスペックな構成,を構成で使ってもらうようにしていますでこの PC 標準記リストを何度か Twitter で公開したことがあるんですけども毎回反響がすごく大きいです で昨年は IT メディアさんにも記事に取り上げていただいたこともあったんですけどもいろいろリアクションがありましてリアクションを見ると今時これぐらいのスペックって当然だよねっていう声ももちろんあるんですけれどもうちはスペックが低すぎて全然だめだなみたいなそういう,こう働く環境でモチベーションが下がっているっていうのがコメントにあって、まあ、そういうこともあるんだなっていうのが印象的でしたで続いて PC の対応ルールについて紹介したいと思います えー、サイボーズでは対応した PC は2年でリプレイスが可能で今はメイン PC とサブ PC の2台持ちというのが可能になっていますでどういうことかというと、えー、メイン PC で2年使った PC は2年後にそのリプレイスできるんですけれどもそれまで使っていた PC もサブ PC として引き続き使うことができますでメイン PC とサブ PC の2台持ちになることで 例えばメイン PC が急にトラブルでこう起動しなくなったりとかえという時にあのバックアップ PC としてサブ PC を使うことができるようになります。で以前であればまあ皆さんオフィスに出社していたので PC が壊れたりとか何かあってもあの情報システムの方ですぐに代替機を用意してあげることができたんですけれどもえ今多くの社員がリモートワークで出社していない人が多くて。 急なトラブルが発生して PC が使えなくなってしまうと、まあ、情報システムでセットアップして渡すんですけどやっぱり配送するとか時間かかってしまって業務が止まってしまう時間が発生していますで、そんな時にサブ PC があればとりあえず業務継続ができるので、えー、とても重宝しています 情報システム部としては PC の管理台数が増えてしまって大変というのはあるんですけれども、まあ、でもトラブルのときの備えとしては利用者もそれから上質も慌てなくていいので、まあ、これはこういうやり方でいいのかなというふうに今は思っていますあとは在宅勤務とそれからオフィス勤務も排班で働く場合ですねあの最近ハイブリッドワークって僕たち呼んでるんですけれどもそういったオフィスと会社を行き来するケースも増えてきましてそういう場合はオフィスと自宅に1台ずつ PC を置くという置き方もできますそうすると 出社のたびに PC を持ち歩かなくていいということになるので例えばお子さんを保育園に預けるとかそれから帰りにお子さんを迎えに行くとかっていうケースで PC を持って歩くの大変ですのでそういう時にわざわざ重たいものを持たなくていいねっていうので社員からはありがたいっていうふうに言っていただいております。このあたりのサブ PC の使い方も100人100通りになっています続いて PC 周りの備品についての話になります。 まずモニターについてですが、えー、と基本的には24インチのモニター2台、まあ、もしくは、えー、32インチの 4K モニターを、えー、貸し出しするようにしていますでいずれも USB-C ケーブルで接続できるモニターなので、えー、ケーブル1本で画面の投影とそれから PC の充電もできてしまうという、まあ、便利に使えるモニターを、えー、使っていてもちろん在宅勤務でも利用も OK というふうになっていますあとこのようにモニターアームですね驚かれれるる方ももいるんですけれどもモニターアーアムを必要に応じて 対応していますで自宅の場合、ですねスペースが低く狭くてモニターアームを使いたいという要望がよくありまして、まあ、それはさすがに自分で手配してくださいという話かもしれないんですけれども、まあ、あんまりこう安くてです、ね、チープな低品質のアームを使用してするともうモニターがこう重さに耐えられなくなってこうモニターを落として壊してしまうというケースがあっても困るので一応きちんとしたものを上質で購入して手配するようにしています。あとは右のの写真のように えー、使いたいときだけこう使ってこういらないときは片付けておけるようなモバイルモニターですねこういったものも貸し出ししています、はい、あとキーボードとかマウスも、まあ、従業員が自分で選択するようにしていますやはり、あのー、特にエンジニアなんかは生産性に直結するので自分が使いやすいキーボードを使うことっていうのは非常に大事だというふうに考えていますなので、えー、ちょっとまあ高額なんですけどもハッピーハッキングキーボードとかあるいは Apple のデバイス使う人とかマジックキーボードを使う人とか あるいはトラックボールを使う人とか、まあ、いろんなこうインプットのできるデバイスを皆さん使っているような感じになります、はい、あとはもうリモートワークの必需品となったこのヘッドセットとかイヤホンというのも自分で選択できるようになっておりましてこれもやっぱりノイズキャンセリングが必要とかやっぱりあの必要性がだいぶこう高まってきておりますのでアップルの AirPodsPro とか、えー、最近人気なのはその骨伝導のショックスの骨伝導イヤホンとか あるいは耳に装着していると耳が痛いとか耳が疲れるっていうケースもあるのでマイクなんかは独立したコンデンサーマイクを使うとかあとススピーカーーカを使うといういいケースも増えてきてきますそんなに PC とか備品を対応すると常識の管理って大変じゃないのっていうふうによく思われるかもしれないんですけれども端末管理はサイボウズのサービスであるキントーンを使って一元管理するようにしています。 で台数自体やっぱりかなり多くなっているんですけれども、ただ、この均等によって、誰がど,このどの機種を何年使って、どこで使っているかまでは次元管理できているので、台数こそ増えているけれども、管理工数というのはそんなに増えていないのかなというふうに思っています。はい、で、えー、キッティングと管理ってどうやっているのかというと、えーまあ、Windows も Mac もあるので、どちらも MDM を利用しています。 ウィンドウズはマイクロソフトの Azure AD とそれからインチューンを組み合わせて使うキッティングの方法で Mac は JAMF Pro を利用してどちらもキッティングはほぼ自動化できていますで特に Mac に関してはゼロタッチデプロイができるようになっておりまして、えー、我々情報システムが手をかけずに、まあ、利用者自身の手で自分で PC をセットアップできることが可能になっていますで2種類の MDM を使うと、まあ、管理が大変なんじゃないかなっていうふうに思われる方もいると思うんですけども まあ結局構成プロファイルの設計とかアプリケーションの配布の仕し方っていうのは Windows は Windows のやり方があるし Mac は Mac のやり方があるのでまあそれぞれ設計が必要なのでえまあ2種類の MDM が使うことでこう手間とか煩雑さが増えるっていうのはあまりないかなと僕は思っています。で MDM によって得意とか不得意とかまあ使い勝手もあるんですけどもあと他のサービスとの連携性っていうのもあるのでまあ適材適所で使っていくのがいいんじゃないかなということで今のところ僕たちは2つの MDM をこう使い ようにしていますでこちらは実際に社内でゼロタッチデプロイを体験したユーザーの声なんですけれども、えー、左上は社長の青のツイッターでコメントをしているんですけどもこのゼロタッチデプロイの破壊力足りやというすごい強烈な <laughs> コメントをしてくれているんですけどもああのこんな感じで言ってくれています。 他にも皆さん簡単にセットアップできるっていうことに非常に驚いてくれているんですけれども今は社内でこう Mac にリプレースする人ってたくさんいるんですけどもほとんどがゼロタッチデプロイでセットアップを完了させていますで一応画像をつけたら分かりやすいマニュアルを用意しているので初めて Mac に触る人でも、まあ、そんなに困らずに戸惑わ,わずにセ,セ,セットアップができるようになっています はい、続いてサイボウズの IT 戦略についてお話ししていきたいと思います。はいまあ、戦略の前に、えー、とその前提となっている企業理念をもう一度確認していきたいんですけども冒頭でも紹介した通りチームワークあふれる社会を作るという、えー、これがあの僕たち一番大事にしているビジョンになります。でそこから情報システムというのもこれも先ほど紹介したビジョンなんですけども。 誰でもいつでもどこでも最高の仕事ができる情報システムを作るとこれが僕たちの情報システムの行動指針になっていますでミッションの遂行に向けてどんなことをやっているかというと、まあ、先ほど紹介したようにハイスペックの PC を対応したりとか複数の PC を対応したりとか希望する備品を対応したりとかさまざ、あ、まなこう施策もある中でこうビデオ会議を使いやすいビデオ会議のシステムを導入するとかフルリモートでも安心できるセキュリティ対策の実施 とまあ、こういったことを実施していくので当然コストがかかるんですけれども、まあ、僕たちはこれをビジネススを推進しししててていいくために必要なコストとして投資していますで、まあ、これ僕たちは戦略的投資と呼んでいるんですけれどもバックオフィス部門ってまあいわゆるコストセンターって昔からは言われているんですけれども、まあ、今はそうではなくてビジネスを支える大事なチームなのでそこに投資していくことっていうのは非常に大事なことだと重要なことだと弊社では考えられています。 ただひたすらお金かけて投資していくと、えー、わけではなくてですね無駄な投資を抑える仕組みも作っていますでこちらは従業員が一人一人がどんな PC とかモバイルデバイスあるいは備品を使っているかでコストがどのぐらいかかっているかっていうのを見える化している均等のアプリケーションですで例えば PC はこれだけ PC を使っていてこれだけコストがかかっていますよとかスマホはこれだけのコストがかかっていますよモニターもこれ使っていて備品もこんな感じでコストがかかっていますよっていうのが これが情報が新入社員はもちろん社長まで全社員の情報が公開されていて誰がどれだけコストがかかっているかっていうのも全部見えちゃっていますなので見えちゃってる分不必要なものを購入して対応してしまうと目立ってしまうので、まあ、そういったことがならないようにお互いの,この抑止にもなるような感じで使っているような感じになりますで積極的に投資はしているんですけれどもこういったアプリを活用して公明正大に投資していくという仕組みを整えているのがサイボーズの上質の特徴です では実際にじゃあ従業員が皆さんのどんな反応をしているかというのをちょっと紹介していきたいと思います、はい、昨年です、ね、で実は JAMF さんが従業員選択制に対してのことについてアンケートを実施してくれましたでその結果の情報をちょっとお借りしてここでご紹介したいというふうふに思います、はい、まず最初は業務で利用するパソコンを自分で選べることによって業務効率が上がったかどうかっていうのを聞いてみました。 でまあ、これは大きくですね全体の90%がまあ効率が上がったというふうに回答してくれて非常に嬉しいところなんですけれども特にエンジニアの職とか Mac のユーザーは高い水準でこう業務効率が上がったというふうに言ってくれていますもちろん Windows のユーザーも業務効率が上がったというふうにあのハイスペックの PC とかを貸しているのでそういった声も多く出ていますそして仕事の楽しさについても聞いてみました自分が使いたい種類のパソコンを使用できることで仕事が以前より楽しくなったかと いうとところで全体の85%がまあ楽しくなったと、まあ、サイボーズ最初から入社した人は以前と比べることはまあ分かんないかもしれないんですけども新卒で入社したとか分かんないかもしれないですけどもキャリア入社で途中から入社した人はえ以前よりも楽しくなったというふうに言ってくれたりで特にやっぱ Mac のユーザーとかあと若い世代のユーザーは仕事が楽しいというふうに言ってくれるのが印象的ですね。 次は仕事の環境について会社は仕事の環境に整備に尽力をしてくれているかというところでこれも非常に高い数字でこう99%の人がイエスというふうに言ってくれたりとかエンジニアとかマックユーザーも90%以上が尽力してくれているというふうに言ってくれています会社制度の導入によって会社へのロイヤリティが向上しているというふうに考えられるかなというふうに思います でこのパソコンの従業員選択性を続けてほしいか継続してほしいかっていうふうに聞いたんですけれどもこれはもうほとんどの皆さんが、えー、継続してほしいともうぜひやってほしいということで、まあ、これはサイボーズもずっと続けていくんだろうなというふうに思っていますエンジニアなんかも全員希望しているという感じですねもうみんなマック使いたいとかウィンドウズもそうですけど自分で選びたいというふうに言っていますでまあ実際にあの従業員の声っていうのもちょっと写真付きで紹介するんですけれども左側の男性は 選択できることが個人の幸福度に直結するというふうにズバリのことを言ってくれてるんですけどもあと右側の女性も在宅勤務とかねオフィスの出社とかその働き方を選べるのでパソコンも選べるとありがたいななんて言っていてやっぱり選べることって大事なんだなっていうのをすごい印象づけてくれてるコメントかなというふうに思います。いということで戦略的投資することによってどんな効果があるかっていうと。 その社員の生産性ももちろん上がりますしそれからモチベーションとか会社へのロイヤルティとかエンゲージメントとかこういったものも向上しますと,で、えー、とまあそれだけじゃなくてやっぱりセキュリティも大事なのでフルリモートワークになっても損なわれない、えー、その利便性も保ちながらセキュリティも保っているというところ。 それから、まあ、こういったふうにあの快適な IT 環境を使ってますよって SNS でシェアされることが多くって、まあ、ちょっといやらしい話で企業イメージアップっていうところもあるんですけれども、まあ、そこから先さらにつなげると、まあ、こんな会社で働きたいというふうに言ってくれることも多くって採用のところと、えー、活動のところにも貢献できてるんじゃないかなというふうに思っています。 あとこの売上高とその離職率のグラフっていうのもサイボーズの話でよく出てくるんですけれども2005年ぐらいには本当に離職率がすごい高い時期がありまして28%ということで4人に1人が辞めてしまう時期っていうのがありましたでそこから先ほどの人事制度の改革が始まりましてえ離職率が下がって2011年にはクラウドサービスサイボーズ .com のクラウドサービスが 始まりましてでまあ,あのこのサービスがそのクラウドの時代に乗っかっていったっていうのもあるんですけれどもその後2014年に我々情報システムの方針転換して先ほどの戦略的投資をするっていう戦略になりましたでまあこれはあく,までもあくまでも結果論ではあるんですけれどもそして情報システムの力だけではないんですけれどもその後売上は順調にこう成長していきまして離職率も低い数字を保っているという結果になっています。 でこれは個人的にすごい嬉しいかった話なんですけれどもサイボーズでは毎年あの年末に1年間にお世話になった人とかチームにありがとうというのを感謝の言葉を伝える「サイボーズオブ・ザ・イヤー」というイベントがありましてそこで僕たち情報システムっていうのは毎年たくさんの感謝の言葉を頂い,いています。で昨年は「チームワーク・オブ・ザ・イヤー」というのの特別賞という形でこんな形で表彰してもらうこともありました。 でもこれは本当にすごく嬉しくて、えー、僕たち情報システムのメンバーにとってはそれがやりがいとかモチベーションにつながっているところにもなっています。本当にありがたたかったですね、はいはい、ということで、はい、まとめに入っていきたいと思います。えー、昔はみんな朝9時出社にして、えー、使う PC も同じ PC を使っていて同じように働くのが当たり前の時代だったんですけれども。 今は多様化の時代で会社や仕事に求めるものっていうのも個人によってさまざまだと思います。で以前のように確一的な働き方とかです、ね、は生産性とかモチベーションが上がらないだけじゃなくてやっぱり今の時代ビジネスに勝てなくなっていくんじゃないかなというふうに思っています。で個人のライフステージ とか、えー、バックグラウンドっていうのは、まあ、様々だと思うんですけれども、えー、一人一人に合わせた多様な働き方を認めた方が生産性が上がって幸福度も高まっていくんじゃないかなというふうに思っています。で、そしてまあそれによって優秀な人材が定着して、えー、離職率の低下も進めば会社は活性化していきますし、それからまあもちろんビジネスも、えー、収益も向上していくという良いサイクルが生まれていくというふうに思っています。 はい、で、えー、まあ、サイボウズではこんな感じで、石垣を作るように個性を生かすというふうに。これが今、ま今のサイボウズの作り方になっています。はい、ということで、えー、私のお話は以上となります。何か参考になることがあれば幸いです。ご清聴いただきありがとうございました。青木様、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。 青鉄さんと、ね、お呼びした方がなじみが深い方も多いんじゃないかと思いますが、はい、100人いれば100通りの働き方があるというのは、ね、社員の皆さん、本当に幸せだなうらやましいなと本当に素敵なはな、い、会社さんでございました CYOD にです、ね、関するセッションはこのあと15時半よりホール B にて Mac と Wind の、えー、Windows の混在環境でのデバイス管理方法を お教えしますというセッションで Mac と Windows の混在環境でのデバイス管理方法をご案内いたします、はい、またネットワーキングスペースではセキュリティに関する展示も行っております先ほど講演いたしました大橋はじめ JAMF の社員がおりますのでセキュリティに関するご質問や JAMF 製品に関するご質問などございましたら JAMF の社員が頑張っておりますのでぜひお立ち寄りください、はいえー、なおネットワーキングスペースでは お飲み物もご用意しております。ミニステージ展示等もございますので、ぜひお立ち寄りください。また、この後、当会場では15時20分より、テクニカルセッション、Apple デバイスをゼロタッチキッティングしよう、実践編をお届けいたします。今しばらくお待ちください。